せーの、エラシマチ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、川崎亮です。はい、サポートをしております、天野くんこと交渉ネロのレーダー、ありがとうございます。お願いします。お願いします。皆さん、今日は9月27日かな。そうですね、結構空きましたね。そうですね。で、まあ今日はあれですね、まあやっと1999年あったりかな、ラインナップはね。だから今回、あと今、今日はまあ1999年の、いや、89年だよね。89年か、ラインナップやってから、あれだね、なんか紹介をね、していこうかと思っています。そうそう、なんか2019年のチャートでもつきましたからね、今度は逆走だからね。逆走、新年時代か。じゃあ、ちょっと新年時代へ。新年時代へ行きましょう。はい。せーの。バシレーラこれに、まあ、ドラクエになっちゃうけどね、しょうがないんだよ。俺は死んだ時代だから、ルーラーで、デスルーラーだ。タイムスリップじゃなくて、死んでるからもう、トリックで飛んじゃうって話だから。デスルーラー。うん、で、まあ。見たんですが、その89年だっけ、まあ、見たらやっぱチューブさんしかないんですよ。シングルしかないでしたっけ。78だったね。87だ。87チューブさんのサマーシティシティって夏の曲、しかなかったね。いや、やっぱ新年時代は少ないね。やっぱりまあ、チューブさんがその時代にいたっていうことはまだ分かったから、あとは次はまあ先に残ってビーズさんがいるか、マイちゃんいるか、大久保さんいるか、とか、まあウィングのね、歴代のもう解散された歌手とかね、いると思うんですよ。解散したって言ったらガーネとかあったんだ。チューブ、そうか、チューブまだやってるよ。やってる。やっぱガーネ、特に AI にやったけど、やっぱ今ハルト休止してるやつ、でカスタムっていう、まあ、その辺だと思うんだ。もしかして T バンドや D グだったりがさ、多分どっか先登れば入ってんじゃないかと思うんだよね。まあ90年以降だから、89年より前っていうのはほとんどいないでしょ。もういないか。大村さんとかもやっぱいたんじゃん。いや、もういないよ、デビュー92年だから。ああ、じゃあそっか、全然いないと思う。いないか。ガーネはいくつだっけ。2000年。ああ、じゃあガーネもないか。じゃあ、あって中ぐらいの。そう。ああ、あっちゃうね。あっちゃうよ、あんたい。だってバラシーでも全然その時代入ってないから。まあいいや。今日はね、チャンネルの方では、ヒットパレードス、タックがね、企画したね。そうです。やったんですよ。そう。で、まあ、20年ぶりにね、そうそう、パレードはね、そうそうそう、出ましたね。今日はまあ紹介したのが、まいちゃんが25周年でプロレード横浜っていうね、変化の歌手、あれをね、ちょっと今日はリピートしてね、ちょっと流して載せましたね。で、まあなんでまいちゃん載せたんだっていうと、まあ12月に25周年迎えるってことと、あとはまいちゃんの埼玉のね、見だっけな、ライブが撮れたんで、舞ちゃんを押していこうっていうね、意味を込めてね、今回は舞ちゃんをね、ちょっとリストアップしてね、やってみよう。で、まあ一応まあ見てると、これがまあヒットパレードはね、ね、一番なんで。で、これがヒットパレードの、やつで、中に歌手と CD2 枚と、タックのレコードみたいなのね、レコードが入ってね、で、こうやって後ろにちゃんと歌詞がね、かっこいいです、書いてある。で、なんで毎日選んだかっていうと、俺毎日のその歌詞見るときに横浜の曲で、結構好きなフレーズがあって、この歌詞の中にさ書いてあったんだけど、
まあね、ギザの人があんまりさ、見てないかわかんないんだけど、ギザの、リング以外は見てないかわかんないんだけど、この中に、やっぱ書いてある中で、やっぱり、特に5曲目にさ、イエスノーっていうのは概念の曲なんだけど、この曲でもまあ、このフレーズでさ、この、君を抱いていいの、好きになってもいいの、君を抱いていいの、心は今どこにあるのっていう曲から、やっぱ始まる、あるんだけど、やっぱこれをやっぱ聞くと、やっぱ恋のね、緑が聞こえるかな。やっぱ、イエスノーっていう曲だからさ、だから本当に好きになっていいのとか、あとまあ、うまく言えないけど、気になってるっていうね。でも、まいちゃんのイエスワードはどうだったのかな。そうね、あれはね、リリースされてるのが絶望されてないんだよ、ね。うん。あと、やっぱ、ブルーレイドガハマっていうのは、まいちゃんの曲、ね、これもワンフェルでも、やっぱ歩いても歩いても、小舟より私を入れて、あなたの腕の中っていうのがやっぱいいね。いいね。やっぱね、これはやっぱ舞ちゃんが歌ってるとね、やっぱ映えるね。いいよね。なんていうか、舞ちゃんだからこそさ、そこまで表現できんじゃないかなっていう、ね、やっぱ心があるから。これはの、僕だけローラっていう曲、前にこれレオン君が歌ってるんだけど、これは結構まあ、聞いたんだけど、うん、結構まあ、ロック的な歌詞だったな、うん。レオンにはあんまりちょっとあんまないかもしれない。で、まあ、俺がレーダーだったコナンの曲とか、ダメダメとかさ、今ある曲だと結構、ダメダメ。あると思うけどね。あれと同じぐらいのエレーの、アップテンポが低くだったかな、うん。で、まあ、あとは、ビーズさんがやっぱり今、ライブ情報ないけど、10月、ジュニアさんだから、ほら、おにぎりのね、うん、あれがあるから。ね、あれは多分お披露目しないといけないから、どっかであると思うんだ。あと、それは今楽しみに待ってるとこやな。ビーズにぎり。ビーズにぎりだ。なんか、ビーズのなんか、グッズでさ、おにぎり三角にビーズってさ、ね、面白いね。入ってきてないかと思うんで、出たらいいよね。面白いな。あとは、あれかな、昨日はちょっと道の駅に行ってきてね。そうそうそう。やっぱ横浜で、ね、大八王子と高尾山のグッズを見てきて、うん、そうそうそう。まあ、前はね、ビンビン亭のラーメンを食ったんだけど、うん、ビンビン亭っていう。で、今回、ミンミン亭っていう、ね、水鍋の、ね、ラーメンをね、買ったんで、それを昨日買って、うん、あとまあちょっとお菓子類を少々買ったかな。で、まあ、一応ラーメンシーズン終わっちゃったから、次はまあ小物のお菓子とかね、いろんなもの買って、ちょっと高尾山の方までで行ってきたらいいかなと思っていますんで、それをね、やっていく感じを取りますね。うん、まあ、あとは YouTube でも結構 Facebook をね、載っけてるんで、うん、そこでまあ、コメントくれたりとか、ね、いいねくれるとまた嬉しいんで。うん、まあ、シワチューは結構見てないけど、どんどん利用者さん増やしてくれて、ね、嬉しいですね。まあ、あとはまあ、今の状況だったらあれかな、そろそろ副業の方もね、うん、仕事行けしたかなと思ってるんで、そろそろ私たちのね、移動を考えると思ってます。まあ、道は違うかもしれないけど。あとは、まあ、そうだね。やっぱ今回、やっぱ大黒さん行けなかったのがね、いた心残りなんでね。本当だよね。ちょっとそこはちょっと、反省を含めて、ちょっと、行けるときに行きたいなという方を取りたいですね。最近、前にも新曲出したから、それも、したいなっていうのがあるから ね、うん、ね。あとまあ昨日 U NEXT だっけな、うん、そうそうそう、あれで今、うん、マイちゃんがまだ i5 やってるんで、もしまだの方はマイちゃんをね、うん、聞いていただけるとね幸いです、うんうん、あの楽曲相手のネタバレになってしまうんで、
言わないんで、うん、聞いてからの楽しんでくださいってことですね。よかったもんね、だけどね、シーズンはもう終わっちゃったのかな、どうなんだろう、24話でしょ、うん、まあ、テーブルはハモンっていうね、ライブだったり、俺も結構やっぱあの、ラッキーね、復活した人がいるから。でも、その、やっぱそれ聞いちゃったね、あっちであの時シングルメドレーだったらすごいね、もう一緒やんないっていう。うん、そうなのよ。最強のね。あの時だけ限定のね、うん、あの、ライブってやつで。そう。あれをね、2回聞いた人すごいよ。うん、もうレーダーも聞けたからな。やっぱね、バッチがね、あの、あれ、嵐がこう近くに来てくれたらすごい嬉しいね。ね。まあ、エリアがね、こういう風になってて、こっちと、こっちと真ん中があって、こっち側に来れるんだよ。そう。でもね、まあ、瓦一つしかないからさ、なかなか、難しい。ほら、11月だからね。まあね。まあ、ちょいちょい11月に友人様に行けるんで、第1部、第2部行けるんで、そこでハイタッチを2回してくれるという。うん、あとはミアをもらうという。ね。そこがちょっとね。最強だよね。最強なんで。うん、いや、私、全然、いつの人前行ったの ?2年前かな。2年前に1回横浜で獣道を通って、ファームに行ったんですよ。今回はね、私物もゲットしたいなと思って、できれば。ね、カズサレがして岐阜の方に出てこれないと思うけど、そろそろ来てくれてもいいんじゃないのって思う時期はあるんですけど、なかなか難しいかな。あとは、まあ、そうだね、あの、やっぱその、ライブに対しては、やっぱその、ヒーブラいつやるかなと思って、わかんないんですけど、まあ、いてくれるとね、嬉しいと。思ってます。いてくれるだけなの、本当に。あの、やるぞやんないでね。うん、全然あの、感性違うので。あとはまあ、やってくれる人もいればやんない人もいるっていうのはあるけど、やっぱ、マキちゃんはまあ、マキちゃんにやっぱその、新しい曲をね、期待してきたら、ビューは5月で、ビューと確か、ワンズが5月にやるらしいから、そこでまあ、ワンズのまた大胆が今、YouTube か。あれで配信さしてきたっていうし。まあ、それであと、まあ、まずもね、新しい曲出すと多いし、ビューもほら、あの、新しいウェザーで出すって言ったし、やっとあの、ちょっと徳ちゃんの方の、あれがね、あの、解散してしまったんで、まだでしょ。まだか。12月で終わると思うんで、そしたらあの、まあ、5月頃から6月。解散させるの早いよ、ちょっと。うん。まあ、それでもまあ、逆に言えば、あの、うちらにね、あの、バード、ジークバ、バードバードジークが実現するね、予兆も出てきたんじゃないかと思うんですよ。それがもしかしたら、徳ちゃん狙ったのかなと思って。わかんないけど。あとは、あの、サードがちょっと、泉ちゃんとロミさんがね、そうなのよ。ちょっと、思わぬタイミングで脱退してしまってしまったんで。まだしてないけどね。まあまあ、だって、脱退をするって宣言をして、まあ、今年の30、今月の30か。3時で、ね、終わりっていう風になってたんで、まあでもまあ、2人とも違う道行けどサードを応援しますっていうから、もしかしたらうちらは、ライブの会場で、ファンの一部として会えるかもしれない。もしかしたらね。もしかしたら嬉しいですね。あの、一般としてライブにね、来てくれるとね、すごい嬉しいから。あとはまあ、何かな、やっぱり、あの、その、まあ、泉ちゃんが何をね、やるか分かってないけど、うん、まあ、何かの手に職をつけると思うから。ロミさんはもしかしたら、あの、ピアノやっていくっていうから、レッスン、ピアノレッスンの講師とかね、やっていくのかななんて感じがしたし、泉ちゃんは泉ちゃんベース先生とか、ベースの先生とかさ、講師やればね、いいんじゃないかと思うんだけどね。まあ、あと女優って手もあるからね、今の、ほら、アイドルやってたけど、アーティストやってて女優になりましたって人もさ、中にいるから、女優って選択肢もね、いけると思うんですよ。あとはいいかな。あの、ユガが一人でやっていくってソロデビューの時に、サポートメンバーが二人いないから、ギター、違う、ギター、ギターじゃない、
BS とキーボード。だからレート的にはやっぱあの、F とかね。やっぱあの、来てほしいかな。実際の D's のね、あの、音楽とかであるけど。だからまあ、ベースはベースで、例えばあの、多分あの、でも、あの、熊谷さんとさ、会う人を見つけないといけないと思うから。やっぱ音源の芸術をさ、音源取るためにバンドとベースとあのドラムがさ、合わないといけないから。なんだっけそれ。ほら、あの、はい。音楽、あの、歌を歌うときにさ、最初の原型がベースとドラムだから、合わないといけないよ。原型がね。誰のあれ？だその、リズムのポジションに入る人と、でもドラムやってる人。クルーバーちゃんが、ちゃんと合う人じゃないといけないから。岩井さんのことですよな。あ、岩井さん。そうそう。そこやんないと、いけないから。そこの人を見てほしいなと思って。あとは、まあ、いわゆるあの、その、二人抜けて、どんな曲をね、厳選するかっていう。結局、3で作った時のさ、歌が結構あるから、その曲を、新しく入ったバンドがうまく組んでくれるかが、あると思うから。あとは、もしかしたら、あの、ミューガーの泉ちゃんを入れてさ、うん、また、新しいバンド作ってやるっていうさ、可能性もね、ないといけないから。そこをちょっと見てみたいなと思ってます、今の。あとは、あれだな。あの、今の、この、チャンネル見て、あの、しばらく。そうね、CD 手売りするんだね、ガーネ。うん君とかね、これガーネの曲だけど、これをね、あ、そう。なんか、あの、ツイッターでね、なんか、インスタが。会場限定 CD。そう、それをなんか、いいなファン工場でね、発売するらしいんで。いいね。ぜひともご購入してほしい。あと、レイドの時期や、村山。東京か村山にね、来てくれると、ほんと助かるんですよ。うん、まだね、マスク全然来てくれないんで、東京に一回も、レイドも来てねえし。だからね、そろそろね、あの、来てくれないとね、困っちゃう。結構もう経ってるよりかはね、確か。うん、もう何年だっけ活動してから。活動してどのぐらいだったっけ？それはまあよ。ちゃんと自分で調べてくれてるから、そういうのは私は分かりません。まあね、ガーネも結構まあ、もう1年以上経ってるはずなんで、来てくれることをね、願って。あとはそうだな、紹介できるもんって言ったら。そうだね、あ、そう。さっき言った、あの、ヒットパイのサックのね、これ。ポスターかな。こんな感じ。数量限定版だっけ？そう、数量限定版だよ。まあ、一応まあ、これはまあ、売ってるか分かんないけど、なんかご購入ね。左側で購入してください。あとまあ TNG がまあ出てるから、それも結構ね、あれ見たけど、やっぱりあの、バチとね、ただもんとかね、こういうぐらいのボックスだったんで、まあ次それをする予定なんで、まあそれをね、まああの、知ってる人はまあ、もう聞いてるだろうし、まあ見てる方はわかると思うんで、ぜひともそこはまあ、購入してから、そうね。で見てくださいとかな。まだね、BMP はの、そう、どこを揃えやすいか。これからちょっと見てね、決めていこうかと思うので。あ、そうだ。これさ、言い忘れ、シリアルコードが多分入ったんですよ、どっちにも。で、あれ、ね、やったらいいじゃないかと思うんですよ。あれ、期限あると思うんで、やんないとちょっと厳しいんだけど、思うんで、そこはちょっとあの、もし、買ってる方がいたら、やってください。そうね。あれ、やっちゃう、もしかしたらあの、
で、はい、今スタートやっぱり今ステッカーとかリーダーがつけてんだけど、このタグ、これからライトタグ、これがもうリテリしまったんで、まあ今再販すると言ったから、ね、そう再販すると言ったんで買いたら買ってください。再販するのかね、それね、うん、分かんないけど、でもなんか再販するもあると思うんで、うん、買って。やって、そう、その時は TM の BMT の2の方を紹介してから始めます。あとは YouTube とかしばっちやって、しーちゃんのね、いいね、アイテム送って、応援してあげてください。お願いします。それがちょっと映画ですね。で、まあ皆さん、次、10月2日、何時になるか分かりませんが、またお会いしましょうって。ということで、今日は終わります。またね。じゃあね、登録もよろしくね。はい、あ、チャンネル登録をね、お願いします。高チャンネルの方がリンク貼ってんで、ぜひ見てくれてありがとうございます。お願いします。皆さんまた会いましょう。ねー。